動物園であわやの瞬間が目撃されました。目の前にいる虎に飛びかかられそうになる女性。映像では見えにくいのですが、虎と女性の間には金網があります。しかし女性は金網の隙間から手を入れ、虎に手を噛まれそうになったのです。アメリカ北東部ニュージャージー州のブリッジトン、市営動物園でまさかの事態は起こりました。1人の来園者が安全フェンスを乗り越えて虎を撫でようとしました。非常に不注意な行動です。手足がなくならなかったのがどれだけ幸運か分かってほしいです。警告を無視して虎に近づき襲われそうになった女性。幸いにも怪我はなく、再びフェンスを越えてその場を後に。しかし実は動物園によると、女性はこちらの熊の檻でも同じことをしようとしましたが、止められていたとのことです。警察はこの女性に話を聞くため、その行方を追っています。一方、中国では野生動物への接近が問題に。南西部のチベット自治区、朝焼けを撮影する観光客ですが、そばにはなんと野生のヒグマが。喧嘩しないで、まだあるよ。ここでは観光客による無責任な餌やりによってクマが人里近くにも出没、問題となっています。住宅地の防犯カメラが捉えたのは、夜に現れた1頭のクマ。ドアを力ずくで開けようと激しく引っ張り、そのまま破壊し家の中に侵入。住人は外出していて無事でした。こちらは南東部江西省にある高速鉄道の駅です。現れたのは野生のイノシシ。駆けつけた消防士たちが捕獲を試みますが、激しく抵抗。そしてイノシシはガラスを突き破って逃走。あわや女の子が巻き込まれる寸前でしたが、怪我はなかったということです。